どうもタブヤンです。ドラゴンクエスト5、前回カンダタンにやられてしまいました。ここまでね、戻し作業をしましたよ。さあ2回目の王家の証ゲット。これ装備したらいいんじゃないか。そういうことできない。なんか嫌だな。レベルをね、一つ上げてきました。メダル王のところの周辺でね、レベル上げしまして、その証拠にね、モンスターズボックスお見せしましょう。あれ？あ、ここでは見れないんだ。ベホマースライムね、仲間にしようと思って、30匹やっつけたんですけどね、残念ながらできませんでした。またね、動画外でね、頑張りたいと思います。さあ、カンダタ戦のためにスラリン連れてきましたよ。みんなの強さはこんな感じ。タブヤンも1個レベル上がりましたからね。最高。カンダタ来ることは分かっている。痛恨の一撃が怖いよね。儲けたこと言いやがって。行くぞ。さあ、命令させろでいきましょう。ピエールもね、マジックポイント、マジックパワーか、温存しましたからね。行きましょう。どうしよう。そうだね、世界中の歯持ってるからね。タブヤンとピエールが、ベホマスライムがね、ベホマスライムばっかり言って申し訳ないですけど、宝箱として落としたんだよね。さあどうしよう。ポロンゴを攻撃しようか。でピエールが、どうする。ピエールも攻撃か。そうだよね、攻撃で、スラリンが、スクルト。おお、もう倒した、一旦で。来たね。ボロンゴめちゃくちゃダメージ受けてたじゃん。どうしよう。攻撃してのボロンゴ防御だよね。防御。で、ピエールがベホマ。スラリンもう一丁スクルト。早くベホマ、早くベホマ、よし。さあこれでカンダタとの対マン、対マンじゃないけどね。どうしよう。もう全員攻撃だよね。スクルト2回までかな。ルカナンしようか。ルカナン、よし、守備力下げた。オッケー。そしてどうしよう。タブヤンがベホマ、ボロンゴが、ファイト一発。仲間の力が2枚持ってきました。ファイト一発をどうしよう、自分に。そして攻撃でいいか。で、ファイト一発もう一個持ってるんだけどな、使っとくか。ファイト一発をタブヤンに。よし、痛恨の一撃来なければね、なんとかなるよ。攻撃、そしてバイキルトの2人に攻撃させての、ちょっと予防戦でベホマしとくかね。ベホマでスラリンはルカナ。わあ強い、これはいける。楽勝モードでが見えて、なんか楽勝モードが出てきたね。喋れてないよ。どうしよう、もう一回スクルト。おお、上がるね。楽勝だった。いや、準備してきた甲斐があったぜ。カンダタ仲間にな仲間にならないかな。ボロンゴレベルアップならないよね。あ、
無言で立ち去っていった。リレミットできないのかな。あ、できない。あ、びっくりした。さあ戻りましょう、グランバニア。帰ってきました、オジロンおじさん。大臣、文句はないであろう。文句とは心外ですな。私はただしきたりのことを言っただけで、文句などは。そうだったな。とにかくタブヤンがこの国の王になるのじゃ。ではこのことを国中に知らせなくてはいけませんな。それに即位式の準備も、その役目この大臣が引き受けましょうぞ。さて、そうと決まったらこうしてはいられないわい。大臣いいやつじゃないか。大変でございます、ビアンカ様が。え、今にも生まれそう。マジか。早いな、走るの。ビアンカ、お静かに。これでも私は3人も産んでるんだよ。どこで待ってろって。下の部屋で。ビアンカー、こういう場合男はただおろおろするしかありませんね。まったくだ。オジロンおじさん、おじさんの甥っ子姪っ子だよ。違うか、よくわからんけど親戚だよ、おじさん。山頂、来てくれたのか。ああ、坊ちゃんが生まれたオープニングですね。いやースラリン。お気を確かに。なんだって？おじさん行ってきます。山頂、な、なに？双子？もちろんだよ、ビアンカ。赤ちゃんの名前、名前をつけるの？そらそうか。男の子の方はどんな名前がいいかしらっていうことは、男と女の双子か。おっと、リンクとサムス、ちょっと変わってるけど素敵な名前ね。そうだろ、男の子はリンクで女の子はサムス、これに決めていい？もちろんだよ。リンクとサムス、この二人が大きくなるまでに平和な時代がやってくるといいね。タブヤン、疲れたせいか私なんだか眠くなってきちゃったわ。おやすみタブヤン、私とっても幸せよ。新たな国王タブヤン、そして王子王女誕生の知らせはその夜のうちに国中に広がった。人々はパパス王の息子タブヤンが生きていたことを心から喜び、
そしてまたオジロン王の英断に喝采を浴びせた。グランバニアに新しい国王タブヤン王の誕生である。おはようタブヤン、夕べはとってもよく眠れたわ。今日はタブヤンの即位式なんでしょう。頑張ってきてね。リンク、サムス、大きく立派に育てよ。そうでしょう、そうでしょう。みんなよくやってくれたよ。オジロンおじさんに挨拶に行くか。さあタブヤン様、こちらでございます。おお、来たかタブヤン。ああ、みんな揃ってるな。皆の者をよく聞くように。すでに知っている者もおろうが、今世の隣にいるのが先代パパス王の息子タブヤンじゃ。世はこれよりこのタブヤンに王位を譲ろうと思う。タブヤンよ、ひざまずくがよい。グランバニアの子にして偉大なる王パパスの息子タブヤンよ、世は神の名にかけて本日この時よりそなたに王位を譲るものである。さあタブヤン、その王座に座るがよい。グランバニアの新しい国王の誕生じゃ。タブヤン王万歳、ご即位万歳。さあタブヤン王、次は国中の民にも新しい国王のお姿を。なんかエンディングっぽい音楽流れてるよ。ケレッ、ああみんな待ってくれてる。サンチョもいる。皆の者待たせたな。新しい王様万歳。サンチョ、その日は国中を挙げて夜遅くまで祝賀の宴が催された。人々はあるいは歌い、あるいは踊り、この日の喜びを分かち合った。しかし、ん？何？しかしって何？え？どこ、こここれは教会だね。え？どうした？みんな自分で王様オジロンおじさん。え？何がどうなったんだ？あ、外には出られない。山頂どうしたんだろう、何が起こった。ビアンカが心配だ。ビアンカのところに行こう。ビアンカたちがいないぞ。どこへ行った。
おい、リンク・サムス、ビアンカ、タブヤンとビアンカの寝室の方から赤ちゃんの泣き声が聞こえる。ん？おお、王子様がビアンカ様が魔物どもにさらわれて、なんだって？坊ちゃん。そうなんだ、ビアンカがいないんだ。20年前のあの日と同じ。何？会議室。すると城の者たちが眠りこけた頃、怪物どもがやってきたと申すのだな。はい、でもビアンカ様はいち早く邪悪な気配を感じられ、私に赤ちゃんを連れて隠れるようにと。それにしてもこの騒ぎに誰も気づかぬほど眠りこけていたとは妙ですね。何者かが祝賀の酒の中に眠り薬でも入れたのかも。そういえば大臣の姿が見えんな。大臣はどうした？誰か大臣の姿を見た者はおらぬか？いつもならここで大臣の助言を聞くところだが、いないものは仕方がないな。え？大臣が怪物と手を組んだのか？とにかく一刻も早く王妃様を探し出すのじゃ。では行け。ビアンカが王妃って言われてる。なんてことだ。おじろん、おじろん、おじさん、サンチョどうしよう。みんな情報を集めてくれ。坊ちゃん、まさかビアンカ様を探しに行かれるおつもりでは？それはなりません。お気持ちはわかりますが、ここは兵士たちに任せて。生まれたばかりのお子たちもいるのです。山頂、リンクとサムスは君に任せる。これはパパス様が求められた天空の剣。どういうことでしょう。この剣で、いや、この剣が城を守るというのでしょうか。ともかくこの件は大事にお預かりしておきます。どうか坊ちゃん、いえ、タブヤン王、無茶をなさいませんように。山頂、任せたぞ、行ってくる。とはいえどこに行けばいいんだ。さあどうすればいいかね。世界中を探せばいいのか。まずはグランバニアの中でもう一度情報収集したいと思います。いやー、リンクとサムスすくすく育ってほしいね。次回ビアンカを探す旅に出かけます。それではまた、さよなら。